はい、ということでゴードン・ラムゼーバー&グリルメイフェアに潜入していきたいと思います。やばすぎ、はい、ずっと回ってないでしょ、見てました。ずっと回ってないで大ボケかましました、はい、じゃあもう一度同じくだりをやる、はい、やります。いやでもさコントみたいになっちゃう。このちょうどよくだよお店。いやちょうどいい、ね、マジでちょうどよく、なんかそのさ格式高すぎずカジュアルすぎず、めっちゃわかる、ちょうど中間ぐらいで一番モテるよ、ね、いやマジでそう、初デートとかに一番よくない？めちゃくちゃわかる、ね、初デートするなら絶対こういう店がいい ね。なんでお前とやの。これメニューです。こちら、頼みたいのいっぱいあって楽しみだな。スナックトゥービギンハウスドライエイジドステーキ、これステーキだね。メインサイド、これでも普通にステーキ食べたいな、やっぱり。いや楽しみだなステーキ。確かに頼めし、頼めしとか言っちゃった、楽しみすぎて。頼めし、頼めし、嬉しい、楽しみになると頼めしになっちゃう。頼めし、なんかもうさ、そのお客さんのさ、わかるよ、お客さんの質が高い、なんかごめんって感じ俺今結構。何そのパーカー。いやグッズや、完売、即完売、売り切れ、ソールドアウト、メルカリ転売パーカーや。ありがとうございます。ありがとうございます。メルカリの転売だけやめてください。本当にはい、ストップしてください、皆さんも買わないでください。来ましたよ皆さん。皆さんって誰に言ってる。これはとんでもなく美味しそうです。タルタルです。ビーフタルタル。じゃあ卵をお割りください。はい、儀式です。お任せください。私メニュー赤。にゃん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 。うわ黄身すごい色、濃厚だね。こんな感じでどうですか。うわまずはちょっと単品でいきたいかな。いただきます。はい、うまい。何その多分中途半端リアクション。うん、美味しいです。ちょっとこれバゲットと一緒に食べていいですか。はい、うん、圧倒的にバゲットと食ったらうまいです。そうなんだ、うん、かなり風味が強いんですよ。ちょっとまずそれ単品で食べてみて。かなり風味が強くて、うん、あ、これはねめちゃくちゃ美味しいです、うん、でもね横沢が好きな味じゃないってわけです。うるさ、うるさ。これはこれで始まる、この味マウント始まるんですよ。これはですねちょっと酸っぱいんですよ。そう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 、その人は甘いものだけが好きなんですよ、はい、酸っぱいものはね美味しくないって言ったんですよ。いや美味しいって言ったじゃん今ナイス。シモン行こう。 With bernese and gravy。 想像よりでかいんだけど、すごい、めちゃくちゃ美味しそう。 Ketchup and mayo? Yes please。 すげえ。ヒロキのやつでかっ。僕の見てください、これこれサーロインです。我慢できません僕は。うわもう行っちゃってくれ。これはフィレですか。フィレです。まずソースちょっとだけ。うわうわうわ、肉汁がやばい、やば。ゴードン・ラムゼーさん、もともとステーキ屋さんですから、あの人は。そうなの、本職はガチってこと。これがフィッシュ&チップスよりこっちの方がガチです。いきます。これ来てますね皆さん、これはやばいです。気持ち悪いだけの顔。うまっ。あ、これはうまいやつだ、本当に。マスタードがまたおしゃれ、これ粒マスタードね。うん、うまい、最高、最高です。ちょっと笑みこぼれちゃってる。なんかテンション上がってきた。食べてみ、食べよう。美味しそう、サーロイン。うわうわうわ、めちゃくちゃ美味しそう。グレイビーにつけます。うまそう。いただきます。一口でかっ。やばいやばいやばい、使えない使えない使えない。めっちゃ美味しい。よかった。
いろんなソース試したいの。ポテトもうまいわ。ポテトうまいね。ポテトめちゃくちゃうまくない？ポテト、ケチャップ、パク、ボン。食べてみ。え、ちょっと待って、今のちょっとやってみよう。なんかケチャップがうまいのかな。いくよ、うん、ポテト、ケチャップ、ベリーグッド、ベリーグッド、Thank you。 かついてくれない。デザート頼むか悩むな。お腹めっちゃいっぱいなんだよな。なんか言ってます、この人なんか言ってます。デザートもすごい、でも充実しそうだったね。お腹いっぱいすぎて食えないかも、ちょっと気持ち悪いわ。いいぞいいぞ、オイル頑張れ、オイル頑張れ、いいぞ。でもチョコレートブラウニーうまそう。頑張れ、オイル頑張れ。よし、いやめちゃくちゃ今お腹いっぱい。ちなみに、じゃあだからなんで食べちゃうそれで。そんなに美味しいものが食べれる機会そうそうないじゃん。食いだめしとかないと。お腹いっぱいの時にも美味しいもの食べたら幸せなの？めちゃくちゃ全然食えるから、ね、あ、そうなんだ。あ、それ良かったです。お腹満たすためにご飯食べてるわけじゃないんだよね。あ、で俺と違うね。だって俺ご飯食べないのは我慢できるんだもん。3日間何も食べないとか全然耐えれる。へ、それはお腹空いてるのを耐えるのはできるんだよ俺は、うん、食べたいの、単純に物が食べたいっていうのが常にあって、うん、なんかお腹空いてるのとこれはまた別の話って感じ。まあ本当に分かんない言ってること。いや、すごっ、めちゃめちゃ美味しそうじゃんこれ。トフィープディングアイスクリーム、これ絶対美味しいね。でしょ。でもお腹いっぱいなのにこの量すごいよ。だってこれ思ったより多いね。手のひら開けてみて。手のひら肉まんやないか。なんでやねん。比べるために刺したんじゃないの。それ本当になんかクリームパンみたいな感じでよくないんやね。いや、あのグーしてグーでこっちあの。あー、ちょっとお腹いっぱい。どういう状況。ちょっと科学的に説明できない状況だから。あー、すごい辛いコーヒープリンが辛いっつって。でこの人がこれ頼んだ。いただきます。いや何その職人みたい、やめて。うわ、うまそう。うまそうなんだ急に。うん、間違いない、しっかりうまい。あー、そうなんだ。結構多分想像しうる全ての食べ物の中で一番甘いぐらい甘いよ。んそれを今お腹いっぱいの状態食べて、美味しい美味しいって言って、でも美味しい、止まらないの。美味しい美味しい、よかったね。なんか俺ダイエットさせたくなくなってきちゃった。幸せは幸せを奪ってる感じがしたわけ。ほんとだけ、本当に結構きつい。でもあの驚愕の事実をお知らせしますが、これ全部飛ばしてこの人信じらんない。信じらんないってことで、オイルギャンブラーの食事でした。またね。See.